いや本当はね、俺たちがね2回負ければね、甲子園球場で、無事ね優勝のチャンスが巡ってくるんですけど、まあだからねこのホークスとしてはもし負けてもね、甲子園球場で日本一になれると思えば、まあ別にいいかなというぐらいの感覚です。はい。ただ、まあ配信的なこと言うとね、なんて言うんだろう、オフシーズンだけね、オフシーズンだけもう1パートやるかと言われたらね、また話変わってくるんで、今日に関してはね、まあ2連敗するか、2連敗するかここで決めるか、もう2択しか希望してません。はい。というところで、今日もやっていきましょう。先発藤浪、キャッチャー森君と、まあ、このね、阪神ペナント、監督プレーのね、まあ、集大成ですかね。1年目、2年目ね、サムネに藤浪晋太郎使ってたんで、集大成かなと思います。行きましょう。晋太郎は心配だからな。久々の晋太郎。いいね。大舞台ついてるかワンちゃん。ワンちゃん大舞台あるんじゃないこれ。気合がちげえよ。ああ全然は全然ないわ。あーシンプルに気合入ってるだけだ。藤浪まずは先頭バッターを打ち取っています。おいおいおい。しょうもないなもう。何をしとるんじゃ藤浪。もう慎太郎。大したもいいな。全然やな。期待して俺がバカだったわ。ごめん慎太郎。俺が悪いわ。ごめん。ストライク先行やつってのにストライクも入んないし。慎太郎どうしたん。最初よかったやん。いつからお前そんなしょうもないバッターになったん。バッターじゃん。ピッチャーなったん。最後はダブルプレーに終わってしまいました。しょうもないわ。まあいい守備でしたからね。ここは仕方ないですね。よかったよ1年目も2年目もさペナント監督プレー。満塁。ノルマと満塁。止まりません。もったいないですね。いやコンチまあコンチはならやってくれだろう。ここはゲッツーを取るようなピッチングいいねー。これは大きな。はい。サードランナー。いいチームだ。そしてセカンドランナーも三塁まで。いい補強しました。追いつきました。ありがとうございます。結局一本釣りしするチームが当たり主流ゆうすけ。はいゆうすけ。今日試合開始前に言ったことは覚えてるな大山が。ヤフオクなんかねめちゃくちゃ飛ばさなくてもホームラン入るんだからって大山が感覚掴んでるわ。ナイスナイス。ちゃんとテラスに打ったな。それでいいよ。テラスを最大限使わないと。もったいないもったいない。これはきつい。これでいいよ。ヤフオクは。仲もいいね。いいね。コンちゃん乗ってるから今日。コンちゃん。ここは投げ勝ちました。いやまあでもいいコースか。まあいいコースか。岩佐行こうか。じゃあ岩崎が絶不調だからお前に任せるしかねえよ。今日という日は本当は甲子園で日本一になりたかったけどな。頑張れリアルな阪神タイガースということで、まあこっちもねサクッと日本一取りましょう。1番山田哲人、2番近藤健介、まあ、3番4番5番は6番はいいとして7番ビシエド。あ結構阪神じゃん。あじゃあいいわ。あ結構阪神だわ。じゃあいいね。ベンチ誰も阪神じゃなかったな。いいね。いやベンチ誰も阪神じゃなかった。今日はホームランを放っています。広島西川ロッテ高部ビシエ中日ビシエドロッテ和田君やったわ、うん、全然阪神じゃなかった。それでいいんだよ。でも最後のバッターとなってしまうんでしょうか。行くか。諦めたらそこで終わりですから。楽しんでこい岩佐。岩佐に楽しんでこいって言ったんだよな確か。去年のクライマックスシリーズかなんかで。よかったん岩佐。楽しんでこい。行くしかねえよ。低め打った。冷静に。セカンド取った。はい。これでスリーアウト。阪神タイガース日本一。いや甲子園に優勝したかったな。今
いや2回負けなかった。強すぎた。いやちょっとやっぱ日本狭いわ。日本狭いっす。2回負けれればな。甲子園に帰れたんだけど、2回負けなかったわ。慎太郎やった。厳しいこと言ったけど、なんだかんだ7回に失点。帰ってきたぜ、慎太郎。帰ってきたぜ、慎太郎。最後はお前で締めたかったわ。そして大山も打ってくれてよかった。打ってほしい選手が打って決めてくれたんじゃないでしょうか。まあ、近藤健介3安打なんですけど、まあまあ、それとこれとは、まあまあ。素晴らしいです。まあ、勝つと思ってました。はい。あんま喜びません。勝つと思ってたんで。もう日本一になって当たり前だもん。だって。阪神日本一完全優勝です。真のチャンプ。いいね。強い。本当に日本一は阪神タイガースに決まりました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。誰？そこ阪神が良かったかもな。そこ阪神が良かったかもな。MVP 山田哲人か。まあでも2本打ったからな、ホームラン。さすが大舞台。え？哲人宣言したの？哲人俺たちが救ってやったやん、哲人。なんかヤクルトで干されてたんだからさ、哲人が。成績不振って言われてさ。二軍にさ、落ちされて。それ見た俺山手、それを見たから俺は山手と阪神に引き込んだんだから。何 FA してんの？山川さんが、山川さんが FA されてる。正直4年目やらないからな。4年目やらないから別に、誰でもいいけど全部パスする。岩崎。バカやろ岩崎。梅ちゃん、あ、梅ちゃんも取るか。さすがにな。森友の控え。まあそれのその待遇が良くなかったんかな。テスト、でも2割4分よテスト。30通りさせてやったの俺だからな。なあテスト。まあテストはいいかな。正直。テストは FA しないよ、もう。いいよ。今年1年だけの素敵なプレゼントだったわ、テスト。サッカー的な期限付き席だよな、もはやこれは。レンタル席。ありがとう、テスト。地下ダウンでいいの？まあ、去年がそうか。70盗塁とかしてるもんな、地下もと、確か。ゲーム内。年俸高っ。嘘。33億持ってかれんの？ヤギはでも上がって当然だなぁ。則本もやってたしなぁ。3ターンダウンでいいの？試合数少ないとはいえなぁ。3割6分4厘23本やぞ、サンタナ。1億1000万ダウンでいいの？謙虚やね。まあ、こんちゃんもさ、3割5分。まあまあ、そうな。まあ、親もでもね、30本打ったからね。これは上がっていいわ。まあ、なんかまあまあ、現状時か。まあ、西島もやってるしな。慎太郎もっとダウンだよ。舐めるなよ。なあ。日本シリーズだけやぞ、お前、活躍したの。5000万ぐらいしよっか。とはいえな。3000万ダウン。いや、サイスインドは上がっていいよ。サイスインド、謙虚、お前、サイスインド、お前、まあ、成績でも十分優秀だけど、お前に助けられたこといっぱいあるからな。正直。サイスインドはアップでいいよ。7000万です。謙虚になるな、サイスインド。ダウンなわけがない、お前が。引退選手。
マスダが、あ、マーティンもまだいるやん。ちょ、マーティン、マスダの引退は響くね。ロッテファンとしては。これは響くよ。アキラも？お、T 岡田いいね。荒木、何してんの荒木。縁もご、縁ないだろう。ケイソ？え？国内スカウト増田名前じゃないだろう。まさか？まさかの？え、ファンに愛されしレジェンド2人がまさかのスカウト？国内スカウト増田名前？もっといいポジションあっただろう。海外スカウトマーティン？お、注目されてんね。タイピン J か。すごっ。注目球団すごっ。あ、いいね、赤塚不二雄。赤塚いいじゃん。ヤシいな。熊井ジョブもいいな。でも しかもこのゲームのことあんま知らないけど、なんか全日本選手権大会優勝してたらなんかいいことありそうだよな。なんかわざわざ書くってことは多分いいことあるんだよな。ならはやとも高校生ってこと考えたらめっちゃ強いか。高校生だとしたらめっちゃ強いな、ならはやと。めっちゃ強いじゃん。やっぱ赤塚かな、やっぱり。ちょっと俺の好みいきます。俺の監督の一声で決めるわ。うん、チームの編成と3時間ぐらい話したけど、ちょっと俺の決定で。ファーストが今大山と、だから大山ネンティンともう一人だから、結構守備交代でも使う機会あるからライトできるし、多分チームピンゾですね。第10選択希望選手、阪神タイガース、赤塚、なんて言うんだろう、赤塚、水越。あ、水越被ってるね。じゃあ赤塚くんなよ。一本釣り一本釣り。あ、水越人気だな。おい、くんなよセーブ。分かってないなぁ。お、寺尾一本釣りかこれ。あ、水越人気だな。いるか社会人中継ぎって。お、セーブくんなよ。残り物には福があるってことよ。行くぜ。俺たち、阪神タイガース。はい。よし。赤塚くんをね、チームとしてはすごい、評価してましたから、こういう結果になってね、すごい嬉しいなと、思います。はい。赤塚くん、これから、阪神タイガースを一員として、一緒にね、切磋琢磨して、野球していけることを、楽しみにしています。熊井くん行かれてるやん。奈良隼人残んないかな。奈良隼人行くなよ、DeNA。ちょっと分かってないな。金じゃ金。まず岩崎は、岩崎えぐいよな。0.22 なんよ。3億か岩崎3億持ってく。3億は、このゲームのレート考えたらでかいんだよな。価値あるか、全然。梅ちゃん C ランクか。梅ちゃんね、お前1割5分5厘だろ、お前てめえ。おい、よう FA したな、お前それで。おい。給料上げてくんないかな、じゃないんよ。なあ、1割5分5厘やぞ、お前。なあ。やらしいねえ。梅ちゃんも最悪いいわ。うん。タクチーいいねえ。タクチー4000万な。え、取り得でしょ、こんなもん。田口だろう。こんなもん田口だろう。はあ？ 8000 万です。評価します。山川救うかじゃ。でも大山の背番号譲れねえよ。無理だわ。
やっぱ俺たちに大山がいるから。ごめん。田口くん、よろしくね。ね、すごいヤクルトでは少ない企業で働かされてるらしいや。うん。僕はもっと田口くんのことを評価してます。ぜひとも阪神タイガースに来てくれませんか。うん。梅ちゃん、よく1割5分5厘で FA したね。さすがに1割5分5分5厘の選手に1億円は出せない。ごめんな。岩崎さん、すいません、こんなお忙しい中すいません。岩崎さん、本当に感謝してます。せめてものというか、まあ誠意というか、倍のね、3億円提示させていただきました。よろしくお願いします。田口、うち来いよ。優勝約束するよ。梅ちゃん、残るんかい。手挙げられてないやんじゃ。俺みんなそうやん。やっぱ1割5分5厘でやるからやん。なやこいつ。それ1割5分5厘いらんだろ。なあ。人目に成功しましたじゃねえよ。俺らが負けてんだよ、もはや。なあ。FA するって言われたから給料上げたから負けてんだよ、俺たちもう。引き止めに成功しましたじゃねえよ。岩崎、なんでな。岩崎、あ、テスト、お、楽天大補強してるやん。でも浅村とかぶらん。浅村ファーストかな。あ、よかった。そうか、テスト人的教師あるやん。全然俺阪神の選手だと思ってなかったわ。ごめん。そうか。いらない。お、来てるやん、シュンペータ。おい。シュンペータ。おお、北くんもやん。豊作やね、オリックスは。やっぱ違うの、オリックスは。さすがにしゅ、お、東もいるやん。いや、東もよかったよ、今年。あ、宗一郎も、宗一郎あんま強くないけど。宇田川もええ小北もえリアルでオリックス支えてるピッチャーばっかりやん。頓宮もえいいんですか？周平？え？さすがに新平だかな。これは若いし。若さ分で東に勝ってるかな。東もいいけどな。東もめちゃくちゃいいぞ。正直。アーザーはめちゃくちゃいいけど、さすがにシュンペーターみたいよな。やんないけど。やんないけど、はい。シュンペーター、よろしくね。シュンペーター、よろしくね。プラス6000万もらえるからね。いいね。大谷は首？厳しいね。大谷を首かよ。取ってやれよ、大谷よ。大丈夫だ。阪神が救う。岩崎取られた分ね。やっぱり。増田も首と。ジャスティスも首と。高橋も首と。あ、フランスは首になっちゃったんだ。あ、福ちゃん首？あ、オースに欅切れ。作るか。最後、サンタナビシエド・オースイの夢のオーダー組んで終わるか。それをもって阪神タイガー最後にするか。オースイ、よろしくね。いや、大谷はマジでいいと思うな。ん？隅田くんが？いや、オリックス強いってじゃあ。吉信と吉田正尚メジャー行ってねえもん、この世界。さすがに強えって。
T 増田は？は？ T よりは増田だろう。なあ、喧嘩するつもりないけど、成績は増田だろう。40億。あ、オーストラリア。オーストラリア3回行こう。15億。あ、まあでも岩佐がいいのか。そっかそっか。一時は岩崎なくなってやばいかなと思ったけど、まあ一応岩佐がいいのか。あ、じゃあ全然強いじゃん。3番サンタナ、4番大山、5番テルアキ、6番、あ、森友いいのか。あ、全然強いわ。うん、いいね、分かってるやん。コンピューター分かってるやん。セリーグファン、3番ビシエド、4番サンタナ、5番オースティン、これでしょう。チームセリーグです。まあ、結果的にはね、さっきも言ったけど、2022年からペナント始めて、3年間やってね、3年連続完全優勝と、いうことで、まあね、やっぱロッテの時と違って、やっぱそもそも土台がね、阪神は強かったなと思いました。うん、普通にやっぱピッチャー優秀だし、1年目は、西勇輝が15勝5敗って何、はい、素晴らしかったです。はい、で、加藤がね、多分日ハムから、途中で補強して、申し分ない活躍してくれて、で、まさしもね、相変わらずで、10勝が4人ね、10勝以上4人と、まあ、防御率がいいのがいいね、なおさら。で、中継ぎもね、岩佐で、日ハムから取ったロドリゲスで、およよ頑張ったな、こうやって見たら。で、翌年もね、10勝以上4人、まあ、加藤と、こっちは西純也かな、西純也とヤギとまさしで、うん、岩崎がね、またこれ頑張って、岩佐で、今年はハマチかな、ハマチを結構使って、2024年はね、マエスコバも加わって、乗りも取ったりもしてね。だ、その中でもヤギが一番活躍してるっていうね。ヤギとマサシと西純也、うん、やっぱこの3人がね、本当に、まあ、西勇輝含めね、本当に、うん、最初から完成されてるっていうのが、うん、さすがにやりやすかった。普通にペナントで優勝するなら阪神が1、2を争うぐらい簡単かなと思うわ。野手に関しては、1年目はそうかな、もう藤波を救いたいだったから、森友哉をね、補強して、そんな中でやっぱ近本の92盗塁ね。あ、でかかったな、92盗塁。で、あと、大山輝明と、まあ、運命の出会いね、外国人選手、ホディノット。2023年ってね、山田テスト補強して、でヌートバーって言ってるけど、俺新外国人ね、普通にプロスピのオリジナル外国人取って、で、カナテより欲しかったウーネンティン、これもね、獲得して、スーパーサブとして使ってました。で、安定感が増してね、今年も近本は77盗塁ぶっ壊れてます。年度変わりまして2014年、これ爆発してますね。近藤健介をトレードで取ってね、サンタナも契約切れだったから取って、で、西川が FA してたから取って、西川龍馬の方ですね。うん、結果的に成績見たら分かるように、結構えぐい成績並んでます。はい、ってな感じでしたね。うん、だからほんと初年度ね、しっかり日本一取れたのが、やっぱ阪神のベースの強さだなって思いました。